오랜만에 하라주쿠에 나왔어요. 서울이랑 비슷한 분위기긴 한데요. 하라주쿠는 일본의 패션의 거리 그리고 옷가게가 엄청 많은 동네인데 거의 두 달 전에 제 채널에 출연해준 미쿠 여동생 미쿠 여동생이 오늘 하라주쿠를 안내해준다고 해서 오랜만에 얼굴도 볼 겸 나왔습니다. 근데 이 친구가 미용실 모델이나 그리고 패션 모델을 하면서 하라주쿠에서 일을 많이 하는 걸로 알고 있어요. 그래서 젊은 여자애들은 하라주쿠에서 어떻게 노는지 한번 저도 참가해 보도록 하겠습니다. 저기가 타케시타 돌이라고 하라주쿠의 메인 길거리인데요. 원래 저기 막 바퀴벌레 쌓이는 것처럼 사람 엄청 많아요. 근데 오늘 사람이 별로 없네. 야, 역시 평일은 사람이 없고 좋아. お久しぶりです。 오! 2ヶ月ぶりですね。 そっか。 前何月でしたっけ? 2ヶ月前。 どうでした?最近調子は? 最高です。あ、いつも前回すごい動画に出ていただいて妹さんすごいいいキャラってみんな言って、その後なんかいいことありました?いっぱいフォロワーが増えました。本当ですか?ありがとうございます。どれくらい増えました? まず YouTube の方も何も投稿してないんですけど、確かに70人ぐらい、たまたま同じぐらいの方がありがとうございます。ありがとうございます。ここのダイソーはすごい大きいです。ここ確かに、ここいつも通ってるのが見るけど、韓国とかからもしコロナが落ち着いて遊びに来れるようになったら、ここすごいじゃん。ダイソー100円でいっぱい買えます。お土産も結構豊富なんですよ。ここでここで?여기ダイソーが선물이 엄청 많대요. 妹さんはここ通ることありますか?でも人多いので、普段は。結構お仕事行く間に、2通ったりとか、あと仕事の合間に時間潰すために、結局何か買っちゃうっていう、すごい安い洋服とかがたくさんあります。インスタグラマー妹さん、今日も仕事してます。ちゃんとしてる。2階が激安のお店なんです。え?服屋さん?カフェ? 行きましょう。めっちゃ安いじゃん。めっちゃ安い。普通に可愛い。あ、こういうところでみんな買い物。そう、安くね。普通に可愛いじゃん。そうなんですよ。700円。可愛いね。可愛いですよね。ちょっとでも丈が短いな。もう。 妹さん、質問があります。何ですか?あと、いつもここのお店、並んでるじゃないですか。そうなんです。そうそう、ここは外国人にすごい人気で、なんか本当に美味しいかなっていう。気になる。歌がいい。うわ、マシケット。うわ、うまそう。何これ。ザクザク。これが美味しいです。これ行きましょう。これ2つで。あー、女子たちは、アイスクリーム ちゃんと喜ぶな。 妹さんの理想の結婚は?結婚式は?外国でしたい。ああ、韓国で。韓国いいですね。毎日インスタには更新してる?毎日してますよ。うわ、大変。絶対2件投稿。マジで?それ、ネタがなかったらどうする?ネタは作るんです。ちゃんともうストックしとく。あ、なるほど。なんかご飯とか、可愛い場所があったら写真撮って、ストックしとく。 自分の写りはどう思います?いや、私写りが悪い方で。そうなんだ。そうなんです。そこがね、すごい。すごいけど、インスタ見ると。え、どう、思います?普通に別にいいと思います?いいと思う、いいと思う。すごい角度で撮れてるなと思って。あ、本当です。いつも同じ写真にならないように、なるほど。そう、洋服を綺麗に見せるように、ポージングをしてて。あと、これ本当に客観的にだけど、すごい背が高く見えます。よく言われます。なるほど、なるほど。マイク 身長高くっていうよりかスタイルをよく見せる撮り方は下から撮ります。あ、煽って撮る。顎20秒になるじゃん。え、あと、え、なるかな?普通に顔は前に向いて、靴も入れて下から煽りで撮るとめちゃくちゃ足長く見えます。そうそう。あ、出てきた、出てきた。さすが。こう撮るけど、こう撮るの。下に置くんだ、カメラを。そう、カメラを下にして、なお、煽りで撮ると、めちゃくちゃ
それだけ顔の表情はそう筋肉の入れ方顔は、ええ、あと何て言うんだろうな目線を向けてると顔があんまり漏れない時もあるじゃないですか。そんな時は顔を横になんか横に向けたり横顔とかにしたら下向くとかこう結構なんだろう雰囲気がよく見える、加工はしてないね加工加工はあのもともとユーライクっていう漏れるアプリで撮ってるからなるほどそうもともと加工もされるでもそんなに加工下変わってない、うん、そんなにしないようにしてますなるですねさすがなんかやっぱ変わりすぎると、宇宙人みたいにできちゃうそうそうわかるインスタグラムのフォロワーは何人でしょう今ね26,000です。なるほど。早く10万いかないと。いや、本当に、もう、いや、10万っていうか、まず5万ですね。なるほど。目指すは5万です。すごいですね、でも自分で。なんか、コロナの時はね、すごいほら、皆さん家にいるから、なるほど。フォロワーがどんどん増えていったんですけど、最近みんな会社とかも復活、はいはいはい、してきて、伸びが悪くて。まあ、水着しかないですね。カット。女の子の同年代のフォロワーが一番質がいいって言われててそう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 なるとやっぱおしゃれなファッションとかおいしそうな感じ美意識とやってることのレベル高くないと頑張りましょう。この動画でまた70人ぐらい男が行くんですけどいやありがたいですなんかどうも배고파서지금밥먹으려고합니다밥먹고해산해야죠해산ご飯食べて解散ですね何店がいいですか。あっちにもなんかお店があって、うんうん、食べ物屋さんが。香川といえばうどん。そうなんですよ。香川の名物。うどん屋さんばっかりです。香川サラダ見るよ。じゃあ今日食べてもらって点数つけてもらいましょう。なんかすごいおしゃれな。ちょうどん鍵が見えた。うどん鍵。わあここ初めてですね私も。ね、私もわあ美味しそう。すごいこれ。なんか男っぽいやつ頼みましたね。あ、そうです。いっぱいついてます。そんな、そういう食べ方？え、結構私いろいろ食べたいです。わ、かっついちっちゃい。いや、でもこれ美味しそう。これ頼めばよかった。ね、めっちゃ美味しそう。これも美味しそう。食べっぷり男ですね。なんですか？え、家で作りたい。牛丼じゃないけど、ブルゴイみたいな。うん。3万人、はい、頑張ります。私も頑張るので、はい。お互い頑張りましょう。じゃあ、恋愛も頑張りましょう。バイバーイ。何それ、やば。